とうございます。暗い方がいい？なんか多分口開けて寝ちゃったんですよ。そんで喉がすごく痛くて、はよ、喉が痛いんです。口開けて落ちた気がする。未知が夢に出てきた。お、どんな夢にですか？ダダダダムドさん、ディブニアさん、ザンタクさん、ありがとう。サラリーマン親父さん、天使のぬぐさん、りょうすけさん、ふうせさん、きょんしーさん、ありがとう。はいよ。めっちゃ雨降ってる。皆さんのところは降ってないんですか？はいよ。セリアさん、ありがとう。おはよう。大雪警報。わあ。3月に大雪警報。あるあるなの？あら、予約入れてなかった、ごめんなさい。なんか全部消え、はいよ。おはようございますにゃ。おはよう。ツンツタンツンタタン、あるあるなんや。遊び入れていきたいました。あ、どっちがいいかな。なんか明るすぎ。はよ。さ、調節した。はよう。ま、はよう。治るかな、明日に。は、
さひろさん、ありがとう。そうなんよね。昨日は4時45分に起きて、よく頑張った。はいよ。でもなんか昨日のおかげで今日もこのまま起きれる気がします。今日は自主練に行ってくる。今朝はボーイッシュ。ほんと？目が腫れとる。ヨッシーさん、アモズさん、ありがとう。私はそうですね。レブニアさん、清盛さん、ありがとう。自然に行く方じゃないんですけど、今日は福ちゃんが教えてって言ったから行くんです、教師として。坪井ゆうすけさん、ありがとう。なったの治るかな、この寝てる時に口を開けてしまってできた喉の乾燥。レブニアさん、トシヤさん、ありがとう。お元気です。飴舐めれば治るかな。蜂蜜、パンケーキ食べたい。パンケーキ食べてないわ最近。はいよね。なんか睡眠ってさ、いいけど怖いよね。たまになんか寝て起きたらえってなってることない？口はミッフィーシール。なんじゃそりゃ。でもあんまり喋らん方がいいっていうよね。なんかさ、寝てる間にさ、何かがさ、なんか悪化してたりする時あるじゃん。熱出てたらさ、寝てる間に体温上がってたとか、なんでなんじゃろ。なんで寝てる間になるんじゃろ。まあ寝る、なんでなんじゃろ。はいよ。なんか回復しそうなのにさ。なのに唐揚げ最強室。あー、揚げ物ね。油だからね。
最近と戦ってて体は出てない。大崎上島のカズさん、ありがとう。エブニアさん、ありがとう。そういうことね。リリーマスさん、ありがとう。あんまり眠たくないです、今日は。オレンジ。今日は、お部屋の片付けをして、はよ。体は痛いとこないですね。首以外大丈夫でした。基本オフ。いや、お仕事あるんですけど、1時間で終わるの。あとは自主練も行くけど、でも場所が1時間しか取れなかった。だから今日の私の活動時間は2時間です。はよ。しかもそのレッスンとお仕事の間が空いてるのよ。そう、なんどうしよう。まあね、結局どうしようって思いながらいつもすぐなんですよね、時が過ぎるのは。平一郎さん、ありがとう。え、髪だ。そんなコックをいつでも呼べる人だとみんな思っちゃダメだぞ。そういう時はスイッチとかやったりしてるの。持ち歩いてた時代もありましたね。でも最近はそのゆるいまったりゲームをスイッチであんましてないから、動物の森とかポケモンとかだったら外でもできるけど、自分が最近やるゲームはさ、なんか外でウイウイってやる感じじゃないから。そうそうね、雨がさ降ってたからさ、朝びっくりして。雨降ってなかったらさ、ちょっとね、いろいろ化粧品とかさ見に行ったりできたけど、神棚に飾ってます。本当に？だからカフェでゆっくりしようかな。かっこいい。はいよ。みちゃん足痩せたって。みち足痩せたってマハちゃんのお母さんが言ってくれてたらしい。ありがとうございます、マイハママ。マッサージの成果かな。最近味食べてます。え、もう最近暴飲暴食。午後にワンミを見た。あ、そうなの？雨上がりはちょっとね、雨の匂いがするけど空気澄んでるからいいですよね。引き締まった感じ。わかんない。でも
そんな痩せてない気がするんやな。やっぱマッサージしなきゃって思った。足の良さに気づきました。うんぞん走るバッター、アイス食べましたか？食べましたよ。あー、八天堂さん、わかる。デミニアさん、ありがとう。カンブリア宮殿、どこ？そこ、白いダースのアイス、あ、なんでそれ気になっとったやつ。なんか聞いて、正面から見た時に細くなりましたよね。本当に？で、公演の配信で思いました。アーモンドピーノ、それな、再販嬉しい。ほんと？もっと遅くなれ、もっと、もっとなれ、もっとなれ。やっぱマッサージのあれなのかな。食事制限はしてないもん。はよ。ナイスト。はよ。花粉症ある。あるけど、そんなに最近はって感じです。キュッキュッキュッ、おはよう。うん、ね、メロンパンアイス、メロンパンアイス食べたことないんですよね。広島にもあったけど、お店もうなくなっちゃった。今は唐揚げ屋さんになってる。同じ場所がだった気がする。いや、タピオカ、ナイスティーン。グラマラスパッツね、届かなくて使いたい。いきますね。出らっしゃい。ちょっと喉が痛いわ。飲み物飲んで飴舐めとけば治ると思うけど。眠くないですか？いつもよりは眠くないかも。丸が綺麗に入った。丸が、はい、
眩しくないよ。口開けて寝る原因として鼻詰まりはないかな。あるのかな。でもなんかあれなんですよ、寝る場所が悪かった。多分首がなんかフィットしてなくて、こうなってこう曲がる、こうわーってなるんですよ。わかる？あののけぞり体勢になったらさ、パカッて開くって感じ。あのこう寝たらさ、目を閉じるさ、赤ちゃんの原理みたいな。くるみ割り人形みたいな。何て言ったらいいんだろう。寝相悪くないよ。でも首がフィットしないまま寝ちゃったんです。給食？近未来的じゃない、なんかリングライトつってると。そうそう、清盛さんありがとう。リングライトってリンライって略すの。ライトが反射してるから外した方がいい。知ってるよ。よくない？逆に TikTok で木更木愛菜ちゃんのやつをみちちゃんがつけてた丸眼鏡、買ってない、家にありました。あ、でも買ったやつだけど、でもね、もう5年前ぐらいに買ったやつ、100円均一のものです。使ったことあったんですよ。受験使いました。はよ、丸眼鏡似合う。本当に丸三つにならん。はよ、話し会でメガネに反射してるおたけで、そうそうそう、皆さんこんな感じ。おはよう。だからリングライトつけてるっつって、あ、つけてるよって言ってるんです。もうこれだともう分かり、丸分かりじゃん、どんなリングライトなのかも。この形、これがなんか二重な人もおればさ、光がみたいなんとかあるからさ。大崎上島のカズさんありがとう。皆さんがリングライトつけるっていう、それのそれがとても可愛くて。おはよう。はじめまして。どうしようかな、今日ピンオレンジメイクにしよっかな、今日。なんだかな、どっちがいいかな。はい、それでは壇上を読もうかな。デスク用のライト、でもそれもね、結局ライトだからさ、大丈夫なんだよね、実は。あーい、ほーいね、どうしよう。それでは誕生読みます。
13位ソリオさん、12位ヒョウさん、11位キミさん、10位オフさん、9位エムケンさん、8位マサジさん、7位清盛さん、6位リョウスケさん、5位ダダダダムドさん、4位アモズさん、3位セリアさん、2位キョンシーさん、そして1位はドゥルルルルルルルンジャン、つぼいゆうすけさんでした。バイバイバイ、ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルルルルンジャン、カニスチックさん。2位、ありがとうございます。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオー。マジ水が目ざらしい、生まれた時間的に。今まで噂で生きてきたの。またね、バイバーイ、いってらっしゃい、行ってきます、頑張ってください、バイバーイ。